こんにちは、速稼塾の久保でございます。今回はですね、ある霊媒師の方がすでにお亡くなりになった方の気持ち、言葉を YouTube 上に残してくださったんでね、それについて、動画 URL は概要欄の方に貼っときますから、私のね考えたことと、これよしご覧になって、考えたことがあれば、ちょっとすり合わせて見ていただければなと思います。私が考えたのまずはですね、私は必ずしもその霊の世界とかね、霊媒師全てを信じてるわけでもありませんし、ただ疑ってるわけでもないわけなんですよ。でもこうして改めて聞いてみると、なんかちょっとね、今回上島竜兵さん、ダチョウ倶楽部のねの方の声を聞いてるような気になって、私なりに納得感ありましたね。なんか、あ、こういうことをもしかしたら言いたかったのかもしれないなみたいなね。どこだったかな、青森かどっかにイタコっていうのがいますよね。岩手でしたっけ。イタコさんっていうのは、お亡くなりになった方の言葉を、自分の体に下ろしてね、代わりに喋ってくださって、で、生前、お付き合いになった方とか、自分の肉親とかと、会話をしてくださると。あれがね、演技だとかやらせだとかっていう方もいますけども、そういう方は別に関わんなくていいじゃないですか。でも、そういったことを聞いて、話して、生きてる人がより自分らしく生きていけるんだったら、そこには嘘も本当もないと思うんですよ。そういう風な気持ちになったっていう現実があるだけなんで、今回、動画概要欄にあるようなね、そのお言葉を聞いてね、なんかいろんな思いはあると思うんですよ。人それぞれ感じ方は違いますから。だけど私は結構ね、しっくりきたなというふうに思います。で、理屈で考えたらそんなことあるわけねえじゃねえかってなるんですよ。でも人間は感情の生き物ですから、時にはね、感情に身を委ねて心の底から湧き起こってくる熱い思いとかね、涙に素直に相槌を打ってもいいのかなと思いますね。今回はね、つい先日まで私自身知らなかったカズヨギチャンネルさんっていうんですかね、ワヨギチャンネルさんかもしれませんけども、この方を通じて上島竜兵さんの声を聞いた風に私は捉えました。そして、こういう気持ちもしかしたら持ってたかもなっていう風にね、ちょっと悲しくて、でもなんかこう嬉しくって寂しくって、いろんな感情ゴニャゴニャと来たんですけども、でもはっきり言えることは、この方を通じて梅島竜兵さんに触れられてよかったなと思いました。この方の動画がなければね、なんか昨日や一昨日みたいな、もっともっとわけのわかんない気持ちをこれからも引きずっていたのかもしれないですね。そういう意味ではすっきりするところがありましたんで、非常にありがたく思っています。ことの真実とかなんとかっていうのを考え出したら、証拠はどうとかっていう冷たい話になってきますんで、私は今ね、湧き上がってる感情のままに、なんか自分の足をね、しっかりと踏みしめていこうかなと思います。そして少しでもね、上島竜兵さんのお笑いを私の体を通じてね、これから私が関わる人、見る人、話す人に伝えていければなと思っております。ね。いやーとか言ってね、私でもできますからね。おでんはちょっと難しいかもしれませんけど、熱湯風呂もちょっとね、なかなかないかもしれませんけども、使える分だけ上島竜兵さんのネタ使わせてもらおうと思います。それでは動画概要欄から本編をご覧ください。